この社会情勢の変化の中で値上げに悩まれてる方すごく多いんですけど盲点お客さんにできるだけお金を使わせてはいけないんじゃなくてここんんににちちはは小坂二でですすさて肥前さん今日はですねある、えー、お教室を経営、はいえー、なさってる方からですねダンススタジオみたいなところなんですが、はい、いただいたお手紙、まあ、この お手紙に重要なことが書いてあるので、はい、これをちょっと YouTube をご覧の方々にシェアしようということなんですね。と、はいうことで、えーまあ、ちょうどですね今巷でもいろいろとこう原価が上がってきたり、はいろいろとこう経費が上がってきて、はいえー、値上げをしなきゃいけないっていう問題がですねもうあらゆる業界にあり私どもの会員さんワクワクマーケティング実践会の会員さんの中でも。はい えーまあ、このことについて、まあ、悩まれてるっていいますかねあるいはこう先行きどうなってしまうんだろうっていうふうに思われてる方がいらっしゃって、はいまあ、それには非常にあの重要な、まあ、解決策というかねあの抑えておかなきゃいけないところがあるんですが、まあ、そこにも通ずるお話で、はいはい、ちょっと読みますとね、はいまあ、具体的にはちょっとここでは読めないんですけれども、はい、こう一部まずね、えーまあ、ちょっとお礼の言葉が。 本当にありがとうございましたと最初にありまして、はい、そして次「ですね私はワクワク系のセミナーを受ける前も生徒さんたちとの絆づくりは一生懸命やっておりました」とあります絆づくりというのはワクワク系ではまず基本としてやらなきゃいけないと、ね、いうことなので結構やってましたと。はい、しかし次ですね「やればやるほどお客様主導になっていきお<ー>儲けてはいけないような気持ちになっておりました」と。 ですがセミナーを受けたり私たちと共に学ぶ中で、はいえー、いろいろな迷迷いいいかからら解解放放されてきましたとかいそしてこれからはお客様第一主義でかつお客様からお金をいただくことに罪悪感を抱く代わりに自分の商品やサービスの質を向上させ まあ、自分の提供する、ね、商品やサービスのレベルを上げていきたいとその力を磨いていきたいと思いますとか書いてあるあ<ー>これはね、はい、何が重要かというと、はい、こ,うこの社会情勢の変化の中で値上げに悩まれてる方すごく多いんですけど盲点悩みの盲点は、ねはい、悩んでる商人の方のそれぞれの心の中にはい お客さんにあまりお金を使わせてはいけない何なら儲けてはいけないというこういう気持ちがねある方が実は少なくないんですよ特にこれをご覧の方々の中でももしかするとお店をやっておられるとかお客さんと日々直接接しておられるとかんかねお客さんとの距離が近いとねよりなるかもあるいはこの方でもね絆づくりをやればやるほどはい。 お客さん中心になっていくっていうことは別に悪いことではないとはいえ、はい、それと同時にねこの儲けてはいけないようなそこですねだこれがね、はい、実はなぜ盲点っていうかというと、はい、その自分でもあんまり意識しない気付かない値上げができない要因になっているなるほど、はいまあ、気付いてないね、はい、だけど値上げをしないことこそが 一番お客さんにとって困ったことになるんだというふうに変えられればこの儲けてはいけないんじゃなくてあなたが儲けないとお客さんにとって困ったことになるんだというふうに変えられるかどうかこれは結構ね私はもう直接たくさんの商人の方々ビジネスやってる方々と接していてこれが気づかない根っこにあって。 この局面で,値上,で値上げができないと値上げができなくてもそのまあ自分たちでなんとかねコストが上がった分は吸収する頑張ると頑張ってもまだこれから先どんどんやっていけるならいいんだよはいそうですねはいここですよヒ値上げしないとやっていけなくなるとしたらだとしたらですよ例えばまあ仮に、まあ 彼女のお教室にしましょう、はい、彼女の教室はとっても素晴らしいを教室であの本当のお客さんが今楽しんでるんですようん、うん、ねれ私感動したのは、はい、そのお客様の方の中の、まあ、お教室こうダンスのお教室なんですけども結構ご年齢が上の方々もおられて、はい、そういうシニアのお客様はなんかあの まあ自分たちもねいつまでもこのダンスができるわけじゃないから、はいはい、でもこれから先もあなたと一緒にあなたというのはこの教室の主催者の方ね、はい、あなたと一緒に楽しい人生を送っていきたいのでそこから先の自分たち用のサービス、まあ、具体的にはグループホーム、はい、グループホームも経営してくれっていうふうに言われてるぐらい素晴らしいんですよ。はい、ということはもし彼女が儲けてはいけないって気持ちになってしかしいろんなコストが上がってきて。はい 頑張ったけど支えきれなくなって続けられなくなっちゃった。あ<ー>どうするの？そうですね。この人たち難民になっちゃう。はい。お客さんがっかりですね。お客さんがっかりなんですよ。はい、だからこれはね鶏かかが作か鴨が作かみたいな話でもあるけれども、まあ私たちの商売において大事なことは、はい、あなたと付き合ってるお客さんがあなたと付き合うことによって。 人生がすワクワクすることは大事なわけですよ、はい、でそれを実際商売の現場で実現しているのがワクワク系なわけですよ。はい、ということはワクワク系の皆様のお店とか会社っていうのはそういう関係性でありそしてお客様の,このそういう期待に応え続けている限りななななくてはならない存在なんですよそのお店や会社がなくなったらまずいでしょ あなたもまずいけど、はい、お客さんの人生にとってまずいね。いかそうですねということは、はい、ここはもう恋世の中なわけだから、はい、しっかりとお客さんにも情報を伝え言うべきことはいい、はい、あげるべくはあげる、うん、だからやっぱりそこにはねちゃんと値上げをするべくはしてしない値上げは別にしなくていいのよ、はい、いいんだけど、はい、するべくはしてすることによってあなたにとって大切な私の店を ちゃんとやっていきますからみたいなねうこういう意識ですよ、はい、だからさっき言った切り替えですよお客さんにできるだけお金を使わせてはいけないんじゃなくてお客さんがそのワクワクを価値をね享受しているのであれば、はい、お金は使っていただいて、はい、その代わりちゃんとやっていきますと、はい、そして彼女もここに書いてるように罪悪感を抱く代わりに 自分の商品やサービスの質を向上させて、磨いていきますと、この意識にまず立ちましょうということなんですよ、この、はい、儲けること、お客様からお金をいただくことの罪悪感を取り除く。まあ ないい方もいらっしゃると思うね仕事をビジネスやられてて、はい、そんなにあのそのお客さんからお金いただく財産ありませんみたいなねあの別に儲けてはいけないと思ってませんもうそういう方は別にそれで良くてた、はい、だ意外と多いそうですねはい意外と多いし、はい、そのことにそういう気持ちが根っこにあるっていうのを気づいていないとね<ー>切り替えられないんですよ、はい、だからその自分の感情がどうしても値上げっていう動きに対してこう引っ張 ねそ,ね、その行動に出ないように引っ張って、はい、結局値上げしますっていう代わりに値上げしないで頑張りますって言わせてしまう、はい、というこの局面ではね大事なこと大事ですねでやっぱ彼女がこう、はい、気づいた理由っていうのは、はい、ワクワク学んでやってる中でやっぱり自分たちが提供してるお教室のサービスの価値をちゃんと伝えてみたら、はい、今までそういうそこまで高いその ダンスのコースは私には必要ありませんとか言ってた人がちゃんとその価値が伝えられたら「ああそれは行かなきゃいけないですね行きます」ってなるとあるいは「いやちょっと私家が遠いんでそこまでのコースは通えません」って言ってた人が「あそれは行かなきゃいけないんです」って来ると、はい、だから今まで遠い人は無理お金が使える人はあんまりいないと思い込んでたのは何だったんだ <laughs> そういうね、はい、そういう気づきからこう来てる、はい、あお客さんは自分にとって必要だとか それやってみたいとか思ったら本当にお金とか時間とかどんどん使ってきますよねって分かった時に、はい、使わせてあげなきゃってねすごい変わりようですねすごい変わりよう、はい、でこれと今回の値上げ問題っていうのはねつながってるのよ、はい、だからここね大事なのよねだって値上げは原価的にもしなきゃいけない世界にもなっていくんですよどんどん、はい、これどんどん上がっていくね、はい、これからもなんだけどもこの 感情で引っ張られてる限りですね。非常に難しい。はい、だから本当にものに、ものによるけど、10円、20円あげることに躊躇してしまう。はい、ここを今日はこの方のお手紙とともにシェアしておきたいですね。はい、まあ一言でまとめると、そのお客さんにお金を使わせることの罪悪感。はい、もっともすれば、の儲ける、商売やってるのに、儲けるということに関する罪悪感。はい、やっぱこういうものが、 知らずして自分の足を引っ張っているとすると、うん、この局面では非常に厳しいことになるぜひこれをご覧のあなたもそういう意味では頑張らないでいただきたいちょっと頑張ろうとかあれですね値上げはって思っている方はちょっとこう振り返ってみていただくといいです、ね、まずねそういう思いが実はあるんじゃないかいま,まず今日はそこね、はい、そこですねまず今日はそこだと思いますはい、はい、ということでこの番組ではこれからも商売ビジネスの重要なお話をしていきますので。 これからも見たいという方はぜひチャンネル登録そして高評価コメントをお願いいたしますさて、伊ジさんね、はい、あのこの方、今は仕事が楽しいですっていうね、はい、やっぱりね、こういう今日お話ししたような迷いから解放されていったところにある商売、ビジネスってね、ね楽しいんですよ。はい というところもぜひ一層これからの社会の中で掴んでいただきたいというふうに思います。はい、はい、ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。